おはようごござざいいまます。す。吉さん。で東京にいる3泊4日ですかまあ、ほとんどおおむねね寅さんの格好でうろついてたわけなんですけども、まあ、私はですね、まあ、こうパッと人前に出て目立つ人間ではないかなと思いますし何か自分にね誇れるような過去があるわけでもないですしうん、まあ、本当に平凡か平凡以下の人間なんですよ数年前まで私はね日本人の人口の一人として数えられていいんだろうかっていうふうに本当に思ってたぐらい うん、どうしようもない人間で何の役にも立たないしそれこそ生産性の、ね、低い輩、えー、だったと思いますよね。まあ、だからこそ ことを起こすんだったら、本当に人のお役に立てるような人間には少なくともなっておかないといけないかなというふうに思ったわけなんですよ。もちろん人の役に立たなくても生きているだけで人は価値があるっていうのはね、それ全然動かないんですけども、ビジネスの世界、ことビジネスの世界に入るんだったら、誰かの役に立つ。しかもお金を出してもいいレベルで役に立つというね、お金を出していただけるほどに役に立つ人間になっていかないといけないかなと思います。その時に、視聴者さんの気持ちになった時に、YouTube を見た時にね、 あの名前も顔も分からないような人に信頼関係を持つのかそれとも名前実名で検索したら出てきてで YouTube でこうやっていつもね逃げも隠れもせず喋ってる人から商品を買いたいのかっていうふなお客様の気持ちになった時には私はあ 自分の人生はお客様に捧げていいんだなと、お客様のために死ねってことなんだろうなというふうなマインドセットが出来上がったわけなんですよね。まあ、それから私は2つのことをずっとやってきたわけです。基本的には24時間365日、いつでもお客様の望む時間に時間を作るということでございますね。えー、そして2つ目なんですけども、私は顔をさらし続けるということです。自分の所有物、車のナンバーすら隠しません。あのね、車のナンバー隠す人って何なんですかねと思うんですよ、本当に。だって車のナンバーとか言って、 うん、なんかそのさっきのコンビニとね同じですけども車のナンバーをネットに写真上げるときに隠す人っているんですけどもじゃあ走るとき隠すんですかってことですよ車ぐーって走ってるときに不特定多数の人に見られてますよ。ね、特に高速道路に乗って あちこち行く時には、車のナンバーある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 みたいな感じでね、晒してるじゃないですか。じゃあ、それも隠すんですかって。それと写真、何が違うんですかって話なんですよ。分かんないですよね。ああいうふうに、あの自分のことをね、とかく守ろうとする、隠そうとするっていうふうに、自分はまあ物加減隠れてね、こそこそっとなんかね、こう、ちぶちぶってつぶやいて、それで儲けようと思ってるわけなんで、儲かんないと思いますよ。だって、そういう方が大多数なんですもん。はい、今日の動画の、おその、なんていうんですかね、まとめになりますけども、 そんな人は一握りだよっていう言葉がありますよね、うん、そうなんですよ一握りになってくださいってことなんですよ一握りになるためにここに来てるわけじゃないですかいやそんなのねうまくいく人って一部なんですよって言うじゃないですかだからその一部になるに来てるんでしょ っていうことは、多くの人が隠れてこうやって、ちょぼちょぼちょぼっとなんか言ってるわけなんですよ。あの人がこんなこと言ってました。この雑誌にこう書いてました。自分の考えをズバッというのは怖いんで、ずーっとね、自分の考えと同じような人の言葉を取ってきて、この人がこう言ってたんですよって、こそ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 してるわけですよ。そういう人にお金集まります うん、集まんないと思うんですよね私はね私自分の言いたいことをしっかり言う自分のやりたいことをしっかりやる自分の出たいところにしっかり出るというふうに自分のマインドセットを常にアウトプットするそういうところにお金が集まる可能性が初めて出てくるんだと思うんですよ。で私はそういうふうに決めてますしそういうふうにやって振り返ったらそうだったなということで画線がいくわけなんですけども多分お金が稼げてなくってお金が稼げてないのにいや顔出しどうなんでしょうかっていう人。 その状況をずっと続けたらどうなるかっていうと、お金が稼げない人生がずっと続くんですよ。だからといって、顔出しをすれば全部解決ってわけではありません。いろんな要素があるうちで、その一つ、商売人が隠れてどうするってことになるんですよ。これが本日のまとめと学びだというふうに、私のね、動画の返信に変えさせていただきます。ありがとうございました。